実は兄はこんなものを作ってしまったんだ。おお。そういうわけで何も言わず何も語らず彼女を本編に再登場させてくれ。何言ってるんですか。彼女は前回爆発したんすよ。今さら再登場なんて無茶だ。一体いくつ作ったんすか。2万個だ。すでに中国で大量生産されているんだにゃ。今我々がこうしている間にも続々と生産されていて、もう後戻りはできないんだにゃ。先生、今一度お慈悲を。テコを入れる許可を。先生希望の朝だぜ。こら、こんな爽やかな朝っぱらから俺の枕元で何やってやがるてめえは。冷たいなお前は。同僚が死んだってのに安眠むさぼりやがって。ありゃ死んだんじゃねえ、壊れたっつうんだ。だいたい同僚って言っても半日もいなかったじゃねえか。時間が問題じゃない。俺と彼女は心の深いところで結ばれてたんだ。いいじゃねえかよ、新型の六本松くんが来たんだから。あんたのは俺の六本松くんじゃない。偽物だ。無事にご注意くださいな。購入が高すぎる返品はご容赦くださいな。なんだ、見た目に引っ越しじゃねえか。はいはい、みんな頑張って運んでね。あのパチモン。マジかよ。落としちゃダメだよ。壊したら生涯ただ働きだかんね。さあさ、給料分はガンガンやるやる。働け働け。おい。あ、おはよう。何しに来た。ここは僕たち私たちのアパートだぞ。あのね、僕今日からここに引っ越してくるからよろしくね。帰れ、このパチモンが俺の前に現れるな。何。そんなこと言わないで仲良くしようよ。イワッチ、ワタピー。誰がイワッチ。ワタピーだ。げっ、住吉お前裏切り者。住ちゃんありがとね。六本松くん。イワッチって泣き虫。荷物落とさないでね、スミちゃん。仲良くやってるじゃないですか。そうは見えんが、しかし元通りには直せなかったのかね。いえ、できましたが予備もありますし。ではなぜ。趣味に決まってるじゃないですか。早急に予備の方も修理してくれたまえ。まあ、博士がそうおっしゃるんなら。
お昼には。カモン早いな。出してくだちゃい。あーい、出発進行。前回の任務は家庭に問題があったが、ある意味で成功と言える。よくやってくれた。はい、今なんと。よくやってくれた。しかし、今回の成功は多分に偶発的な要素が大きいものだ。したがって、市街征服第5227作戦は展開に多少の変更を加えたものとする。うわぁ、そのお紐は落ちて止めて、落ちて止めて、落ちて止めて、落ちて止めて。強制宅配ロボット T10000 だ。届け物は今回これで運ぼうと思う。では私たちは T10000 が現地に到着するまで護衛をしてもらいたい。エクセル君。はい。妨害工作などは体を張っても阻止するように。はい。私の命ロボット以下。では成功を期待するよ。ハイアット君、 T10000。改めて紹介する。今日からみんなと一緒に働く六本松くんだ。はい、僕六本松です。何か質問は。いろいろありすぎるが、聞いていいことなのかどうかも分からない。余計な深追いは面倒のもとよ。ああ、分かってるなよ。嘘だ。お前なんか六本松くんじゃない。断じてない。おめえもいつまでもこだわるなっつの。そうよ、電化製品が小型になったようなものじゃない。あ、姉様ひどい。まあとりあえず暫定的にこの六本松くんと仲良くしていてくれたまえ。今気になること言わなかった？このまま六本松だらけの職場になったらどうすんだ。頭悪そうな面しやがって。だいたいなんだその耳毛なものは。鼻持ちならねえ。そんなものつけてる暇あったらな、目でピーナッツ噛んで鼻からスパゲティ食ってみろ。残さず。できるまーん。やめろー。なんだあれ。あ、警察呼べ警察。ふふう、やっぱり悲しいほど目立っているような。任務が頓挫するのも時間の問題ですね。それはいけん。またも目的地にたどり着けなかったとあってはイルパラッツォ様に叱責されるは必至。何か考えが終わりですか先輩。うぬうぅ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 。助けて助けて、誰か止めて。おぉ、ひらめいた、ひらめいた。痛すぎ。愛らしいのは良いと思います。あ、パンダだ。広い。一部くらい。おお、パンダじゃ。パンダだわ。パンダだ。目立つという問題は何ら解決していないよ、キナ。まあまあ、むしろ悪化しているような。うわー、パンダだ。あー、愛らしいパンダがお子様にあんなことを。かなりギリギリのビジュアルですね。
ったな。いかがいたしましょう。むふ、こうなったら逆転の発想、スピードアップして速攻で目的地まで行っちゃおう。はっちゃん、死なない程度に手伝って。うりゃどうした。すごい、私乗り物酔いです。ここに君がいる。岩田先輩。なくしてわかる失ったものの尊さよ。あ、六本松くん。何？おめえじゃねえ。おめえはたった今からロボだロボかに改名しろ。岩っちったらわがまま。あのガキ。お姉さま、意地悪な先輩がいじめるの。続けの決まらない相手って苦手なのね。てめえ触るな。どれも俺んだ。まったく騒々しい職場だ。聞こえる。え、トイレか。さあ、なーにが抵抗入れだ。俺はあんなガキと働くのは真っ平だぞ。速やかに解体したまえ。いいか、くれぐれも慎重にな。私も後ほどそこに向かう。オッケー。タワーはふわんふわんちょっち。解体解体爆弾解体、君がっかなら僕は青。おっと、どっかりは3秒だ。うっかり間違え大爆発。はにゃ、次元装置稼働中、爆発まであと812秒。するわ。お姉様離れてて。こいつ次元爆弾だよ。爆弾。なんでまた、しかもなんでパンダなんだ。大丈夫、僕がちゃちゃっと解体しちゃうから。う
警察呼んだ方が良くないか。その必要はない。六本松君は爆弾解体のエキスパートだ。心配は無用、きっと無用、おそらく無用。前回はそれで大失敗したじゃねえか。それを反省点にして今回の彼女は軽量化、耐久度向上のコンセプトが取られているのだ。開発スローガンは象が踏んでも壊れにくい。先輩、先輩は逃げてください。ここは私が。バカ、君を置いて逃げられるか。ダメ、先輩には助かってほしいんです。六本松くん！先輩、私、先輩に会えて幸せでした。何を言うんだ、おい。先輩は私に人間の心というものを教えてくれました。六本松くん。先輩、最後ほら、一人で何無駄にトリップしてやがる。ちょっと見てられないわ。なんか方法はねえのか。やめれ、これ以上こいつをいじめると俺が許さん。イワッチ、完成。さあ、ユミコちゃん、発信ボタンを押してみようか。作業に入ります。危険ですから離れててください。はい、治ってるんですか。多分ね。お姉さま誰。六本松です。僕も六本松。お姉さま、やるじゃねえか。どうやら修理は成功したようだな。当然です。修理しただけではありません。データをもとにバージョンアップ、反応速度、各状況対応パターンもさらに増加。ニュー六本松と言ってもいい。ニューニュー。ニュー誰です。彼女の制作者、篠路五条くんだ。あんたが作ったのか。あれ、さあ行け六本松、今度こそ美しい解体作業を遂行しなさい。了解しました。強い、強いよ六本松くん。言うな。別に参加したいとも思わないけどね。撤去並びに解体作業開始します。解析完了。起爆コード摘出。タイマー無効化。タイマー解除コード切断して終了します。ご苦労。六本松くん、バザーイ。お姉さま、
ございます、エクセル先輩。あう、どんどん医学に詳しくなっていく私、不本意ながら。先輩、それで今回の任務は成功したのでしょうか。さあ、というわけで今日から現場に出勤する六本松くんと六本松くんだ。ご迷惑をおかけしました。またよろしく。いい加減にしてくれ。歌います？歌おうかにゃ。ダメじゃん、ダメじゃん、ダメじゃん、ダメじゃん。1,2,3,4 やってもやってもダメダメじゃん、やらなきゃもっとダメダメじゃん、やめちゃおうか、やめられない、ダメじゃんダメじゃんダメダメじゃん。六本松。